はい、今日はね、陰気おやつビールをまた紹介しようかと思います。これはメキシコのビールで WX、そして下にも上の方にですね、ダズエキスって書いてます。これね、馬っていう意味ですね、スペイン語で。まあ馬並みの元気のビールというのかなんというか、まあ、ここにはね、王様の顔が書いてあったりしますけどね、王冠は WX というふうな形でございます。これがですね、メキシコ産で 355ml 入ってます。 4.5 アルコールになってますね。じゃあ早速いただいてみようかと思います。日本特有のね、プシュッという音はあまりなくて控えめなんですけども、こういうふうに開きまして、じゃあ何色ですかね。これもやっぱりビール色かな。あ、これちょっとね、どうですか、なんかオレンジというか黒に近い色ですね。ほらね、なんかそのドイツのビールって結構黒ビールが多くて、岡山のね、クローネンベルクでも黒ビールとか振る舞われてるんですよね。いただきます。うん、あ、これはね、結構大人のビールって感じがしますね。まあ色もそうですし、あの貴族のビールですかね、大人のビールというか。まあ大体黒ビールには私ね、ちょっと高貴なものを感じるんですよ。これは黒というよりも赤というか黒みたいな感じかな。まあ、黒ですね。黒に見えるでしょ。で、今日のおやつはまたタレ付けの焼肉、中山牧場からです。うん。人石高原牛だったかな。うん。まあ、この前ね、車のイベントで車輪村ってのあったんですけども、まあこんな時期でもね、カーマニアってのは金持ちですね。金持ちっていうか、どうやりくりしてるのかなってところですね。絶対普段乗るような車ではないですから、セカンドカーとか3台目とかなんですよね。うん、私も実際普段乗ってる車とナイト2000っていうのは完全に使い分けてて、サブカーなわけなんですよ。じゃないとね、なかなか。いただきます。うん、結構美味しい。あと 4.5 にしてはアルコールっぽさはないですね。食事ともすごく合うんじゃないですか。あの、うん、まあそう、お茶みたいな感じですね、どうやらこのビールは。前回までペルーのビールを紹介したんですけども、今回メキシコということで、中南米っていうのはあのコルテスとかピサロ、あの辺に侵略されて征服されてね、あの原住民の方はインディオって呼ばれてましたけども、実際アメリカ大陸発見なんてひどい話ですよね。そこには1億人以上の原住民が住んでいて、すごく平和で友好的な暮らしを送ってたんですよ。で、軍隊とか武器らしい武器もなくって、本当にね、戦争なくて平和だったんですよね。そこに意欲に燃えたコロンブスか、うん、アメリゴ・デスプッチか、スペインやね、ポルトガルから流れ着いてきた船が俺たちの土地だっつうからね、うん、で無理やり宗教の解釈をにじ曲げて、ここの原住民はあの家畜以下なんだっていう風な解釈でどんどん惨殺していったというね。で結局、うん、病気も持ち込んだりとかして1億人以上を根絶やしにしたわけですよ。まあ、あのオーストラリアもそうですけどね、原住民を根絶やしにして土地を奪ってしまったというね、そういう侵略の歴史がありました。まあ、今は時代は変わって、アメリカという国が、オーストラリアという国がね、中心になって世界を回していたんですけども、まあ、500年ぐらい時代を遡って今ね、うん、隣国をものすごく攻めつてる国が、大国があると思うと、うん、人間の歴史は、まあ、繰り返すのかなと思っちゃうんですね。で、日本はね、2000年前からずっと侵略された歴史もないですし、うん、島国っていうので守られてきたんですかね。いただきます。うん、とまあぼやきながらの今日の陰気おやつでした。ありがとうございます。もうちょっといただきます。